山中純太郎です。ミルクというグループで活動してます。12月23日生まれです。大型です。お願いします。今日はちょっと現場なんで大きめなんですけど、最近はこのバッグを使って、よく動いてます。まあ、いつもだとちっちゃいバッグが多いんですけど、台本とか、タブレットとか入れてるときはこれにします。最初は恥ずいな、歯ブラシこれはなんか歯ブラシってなんか普通なんかビニールみたいなの多いじゃないですか。これ黒いくてかっこいいなと思って買って、現場行くときは絶対歯ブラシを僕は持ち歩きます。まあ絶対持ち歩くのはこの、イヤホンですね。でこれがですね、このカツって書いてあるんですけど、これは三島大社の、佐野隼人にもらったお土産です。これを今年1年はこれをつけようかなと思って、鈴になってなくさないんで、めっちゃいいです。で、充電器ですね。でこれは本当にいつもマネージャーさんに充電器ありますかって借りて、もう1年ぐらい経ってたんですけど、ついに今年から持ち歩こうと思いまして、持ち歩きます。やっとですね。あとはもう本物系ですけど、僕帽子は絶対に持ち歩いてて、朝かぶってきて、かぶってない時も一応持ち歩いてます。これはセリフの帽子ですけど、なんかニット帽とかキャップとか、なんか帽子かぶっていつも帰りたくて持ち歩いてます。で、手袋ですね。今冬なんでめっちゃ使うんですよ、これ。最近あれにハマってて、電動スクーターみたいなやつで、それ手寒すぎてちょっと手袋今年買おうと思って、これは同じブランドで合わせて買いました。めっちゃいいです。で最近車の免許を取ったんで、やっと車で移動できるようになりました。それまでずっと電動スクーターかタクシーか電動スクーターも結構いいです。本当にちょっとの移動の時はめっちゃいいですね。でこれめっちゃ使います。好きですね。この後もテストですけど、まずはお財布も同じブランドでセリオなんで、なんかこれなんか三つ折りずっと使ってて、なんか三つ折りが好きで、このサイズより大きくなっちゃうといつも使うちっちゃいバッグに入んないんで、これがマックスのサイズですね。これめっちゃいい、かわいい感じで、カードケースも一応使ってて、これもセリオなんですけど、これはなんかこの色のバッグを持ってて、なんか同じ色に してみました。なんかカードケース今まで使ったことなくて初なんですけど、これと分けて、なんかカードすげえ多くなってきてて、これだけで出かけれたらめっちゃいいなと思って、小銭使わないなって時はこれだけで出かけます、なんか前回も黄色のお財布使ってて、なんか仕事の調子が上がったような気がしたんで、僕あんまそんな気にしないんですけど、なんとなくお財布は黄色とかベージュとかにしてます。男性だとちょっと変わってるかもしれないですけど、結構いいんですよ、黄色を使ってください。皆さんで、iPad ですね。これは台本読む時とか、ライブの時とかにも使うし、僕衣装の絵描いてるんで、衣装の絵描くときも使うので、なんかアイデア浮かんだ時にパッて描くようにするように、まあ持ち歩いてます。一日仕事の時は絶対持ち歩いてます。でこれで、そうだ、言いたかった、このケースマジよくて、縦に立てれるんですよ、これマジでいいね。だいたいこう横にしかできないのが多いんですけど、縦に立てれるっていうのを佐野ハヤットに教わって色違いを変えました。あとはメガネも、伊達メガネかサングラスかどっちかは持ち歩いてます。今日はサングラスでした。伊達メガネは、いつも、てかレンズを抜いてもらって、マスクが曇らないようにしてやってるんですけど、今日はこのサングラスでした。結構これを好きです。これは、みんなでグアムに行った仕事があったんですけど、ミルクで。その時に、ノリで買ったんですけど、結構思ったより使ってますね。これでいつも現場入りするとき、でも調子乗ってると思われないようにいつも外して挨拶するようにしてます。
当たり前ですね。あとはリップと目薬、まあ、いつもポケットに入ってるんですけど、まあ、今日は今衣装なんてあるんですけど、それがこれとこれです。リップと目薬は僕必須アイテムで絶対に持ち歩かないと生きていけないんですけど、まあ、リップもいろいろ使った中で、まあ、結構これがいいっていうのと、目薬はもうこれですね。普通のやつよりはちょっと、まあ、値段がするというか、ものなんですけど、ちょっと今まで目薬にお金かけてこなかったんですけど、かけてみたらめっちゃ良くて、もうこれは必須になってます。以上になります、はい。ちょっと面白くないと思うんですけど、本当に、ちょっと特殊なのが香水を全くつけないので、香水は持ち歩かないし、家に一応あるはあるんですけど、もうほぼつけない。本当にたまに夕方からの仕事の時に気分が乗った時だけにつけるぐらいの感じで、香水全くつけないアイドルはあんまり聞いたことがない。ありますね。まあ、それこそ iPad のケースとかもそうですし、結構みんな流行りに敏感な人もいるし、そうじゃない人もいるんですけど、なんか今この服流行ってるらしいよとか、このアクセサリー流行ってるらしいよとかいう会話は結構します。これ私物なんですけど、これは佐野さんが作ってるブランドのやつで、これは自分で買ったやつなんですけど、これの時計が、これファンクラブでしか言ったことないんですけど、ファンタスティックスの佐藤大輝くんからいただいた時計です。時計今まで全くつけたことなかったんですけど、ブレスレットじゃない時計の気分の時は結構もう頻度でつける感じになってます。これはもう一生ものなので大事にしたいと思います。まあでもそんな回数はないですけど、木村圭人くんっていうファンタスティックスのメンバーのことをWCN で共演した以降、そのメンバーさんと一緒にご飯とかすることもちょこちょこあったりして、ライブも行かせてもらったりとかしてて、そのつながりで、なぜかくれたというかマジでなぜかくれたんです。本当に大丈夫ですって言ったんですけど、全然使ってみたいな、まあ、ありがたくいただいてめっちゃ使ってます。これちゃんと言ったことなかったので、ここで言えてよかったです。以上、山中十太郎のバッグの中身紹介でした。